はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜の最終便でございます。もうまもなく日付が変わろうとしています。火曜日、明日から本格的にお仕事という方が多いんじゃないかな。今日はブルーなマンデーになってるんじゃないかなと、思うわけでありますね。ブルーマンデーって朝からブルーなんだけども、この月曜の夜にサザエさん症候群が出るブルーマンデーでございますね。朝になればチューズデー、ブルーチューズデーということになるんでしょうけども、お仕事頑張ってください。皆さんもたっぷり休まれた方もいるし、お仕事、お正月も関係なく年末年始働かれた方もいらっしゃいますが、餅は餅屋で、それぞれの餅場で、それぞれの時間で、働いて頑張るということですね。さて、西宮球場、今日も名神高速道路横をね、かつて西宮球場があったその跡地、今は阪急西宮ガーデンズ、大きな駐車場が、その外野席のところにあるんだけども、その横を通って、参りました。往復ね、西宮球場懐かしいという話があって、紙テープの話をしましたけれども、そう、ラッキーセブンに紙テープを投げる、ジェット風船なんかなかった時代ですから、紙テープを投げるんだね。でその紙テープを応援団の今坂さんとか野次会 のメンバーの方々が配ってくださる、こうやってね。でそれをもらいに行って子どもたちがこう投げる、大人ももちろん投げるんだけども、そういう世界でした。で宗牛さんは、紙テープ大阪球場にそんなおしゃれなものはなかったのですが、一度だけあります。悲しいかな、1988年南海ホークス最終戦です。南海対近鉄だったんだよね、あの時はね。球団のスタッフの方が配布するのではなく、客席に向かって開封していない紙テープをスタンドに投げ込んできたんです。それをキャッチして封を外してグラウンドに投げ込みました。懐かしいということですね。大阪球場の南海ホークスの最終戦はね、よかったね、あれは。近鉄戦でね、同じ関西のチーム同士ということになって、あの時は阪急がなくなってオリックスになる、南海がなくなってダイエーになる、パ・リーグの関西の球団近鉄だけがその時は残るんだよね。でその近鉄も、そこから時を経て、2004年で、球団の歴史に幕を閉じる、近鉄という名前がなくなるんだよね。そういうパ・リーグの流れがある、悲しい歴史もある。でもその悲しいんだけども、それは新たなスタートでもあるわけだからね。そんな時に僕は、あの時に南海の監督が杉浦忠さんだった。杉浦さんとは若い頃お仕事を何度かさせてもらって、懇意にしてもらったんですけども、その杉浦さんが南海のファンも、南海の大エースだったんです、杉浦さんね。それこそ日本シリーズ4連投で御堂筋パレードとかするわけですよ。長嶋茂雄さんなんかと同じ立教の出身でね。で南海という、南の大阪のコテコテの球団で、鶴岡親分が、仕切る、そんな、率いる、球団だったんだけども、ちょっとこうおしゃれな感じでした、杉浦さんね。眼鏡かけてちょっとインテリな感じで、解説してくださってもとってもいい感じの、僕が大好きな解説者だった。その杉浦さんが南海の最後の監督として、福岡に向かっていくというその最終戦、スピーチで、行ってまいりますという言葉で最後締めたのよ、杉浦さんが。なんかグッときましたね。で最後ね、トランペットとの独奏で、南海のタタ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 タっていう曲の独奏で球団旗が奉納されていって、そのイベントが終わるというね、そんな最終戦でした。で僕もそれは球場に行っておりましたから、南海ホークス担当として。蘇りましたね。その時に紙テープ配ってたんだ。それは存じ上げませんでした。僕はプレス側にいたんでね、分かりませんでしたけども、それから美貌録さんです。西宮球場バージョンありがとうございます。何度もうなずき、何度もそうそうそうと声が出て、あまりの懐かしさからちょっと涙ぐみながら拝聴しました。最高でした。ありがとうございます。三拍子の繰り返し、もちろん覚えています。そう、三三七拍子じゃなかった、反響演奏は。タンタンタン、タンタンタン、タンタンタン、
パンパンパンの3拍子の繰り返しだったんだよ。で、定番ドカベン香川さんへのヤジ何度も聞きました。そうでしょう、もうね、今坂さんの定番でした。ラッキーセブンの紙テープ、涙ぐんだらここです。私も今坂さんにもらいに行きました。目を閉じれば紙テープの舞ったあの一塁側内野席の光景が浮かんできます。そうなんだよな、あの紙テープをね、あの2階席からこう投げるあの時のこの放物線が綺麗なんだよね。もう本当にもう本当昨日も言ったけど、下のおじさんの頭に当たったらどうしようかと思うんだけども、そんなこと考えずに投げてましたね。そのよく紙テープの表現するときは、五色のテープなんて言いますね。五色の紙テープが舞う西宮球場なんていう表現、五色、5つの色と書いて五色ですね。五色のテープが舞う西宮球場一塁側スタンドっていう感じの、そんな表現、されますね。なんで五色なんだろう、五色以上あるような気がするんだけどもなと思いながらいつも見ておりました。このくだりを聞きながら、ビールを飲んだら最高に美味しいでしょうね。今日は休みやし、昼酒でもするかということで、どんな今日休みだったんでしょうかね。ビーボロさんありがとうございます。いつもありがとうございます。ヤマッチョさんもこの辺も定番、もういつもくださる方同じなんだけども、みんなね、あのいい文章書いてくださるんで思わず読んでしまう。それにしても、大前さんやカズナーの皆さんの記憶力はすごいですね。じわじわ当時の記憶が蘇ってくる感覚がたまらんですわ、ということで、ビーズステージでは紙テープ投げますって。あ、そうなんだ、投げるんだ。で、西宮球場版の3丁目の夕日で映画化しませんか、主演女優は七瀬ちゃんで。おいね、映画、僕もなんか役くれます、なんか役くれます。何にしようかな。西宮球場に向かう道すがらにある角のおでん屋の親父、か、西宮球場の球場長役か、そうだ、思い切って当時の阪急ブレーブスの監督の役、どう、西宮球場の3丁目の夕日か、西宮北口の駅長さん、どう、それ、やりたいな、そんなのね。もし西宮球場版3丁目の夕日、を、まあ、映画化されるとしたら絶対されないけど、皆さん何の役やりたいですか。僕はその辺をやりたいなと思いますね。白鷺さんは、西宮球場懐かしいですね、人生で初めてプロ野球を見た野球場です、僕と同じです。2番目はグリーンスタジアム神戸でした。2番目は甲子園でした。3番目が甲子園球場。高校野球では小学校時代から行っていますが、プロ野球では、3番目でした、ということですね。僕は阪神の試合よりもやっぱり2番目は高校野球で、甲子園球場に連れて行ってもらいましたね。阪神の試合を、甲子園で見たのはもうこれ僕大学生になってから、そこまでは僕はタイガースファンじゃなかったんで、タイガースの野球をわざわざ見に行くってことはなかったんだね。そこまで行かなくても西宮に野球場あったから、同じ阪急沿線に野球場があったから、ね、子供の頃はその西宮球場と甲子園が近いっていうのは分かっていたけども、沿線が違うとなかなか行く機会がないじゃないで、そうでしたね。ありがとうございます。月の輪牛さん、そういえば昔は紙テープでしたね。優勝した時はスタンドからたくさんの紙テープが投げ込まれていました。そうよ、昭和50年1975年の阪急ブレーブスが初優勝、日本一、初の日本一に輝いたカープとの日本シリーズ、西宮球場、バッターボックスは大下、マウンド上山口隆、ね、ライトフライ、ライトバーニー・ウィリアスはボールを取って試合終了、球団創設40周年目阪急ブレーブス初の日本一という時に、もう本当それこそさっきも言った五色のテープがもう待って、一瞬そのグラウンドが見えないくらいの紙テープがスタンドから投げ込まれた、そんな風景が今でも、思い浮かべますね。ヤジとは少し違いますが、試合開始直前にエキサイティングリーグパというのが流れている時期があって、藤井寺では、みんなで最後のパを叫んでおりました。と言ってもお客さんは少なかったですが、ということでありましたね。エキサイティングリーグパっていうのありましたね。ありましたね。
西宮球場は当時はあのパーリーグで珍しい電光掲示板と、この、アストロビジョンを持っておりましたので、そのエキサイティングリーグパの時にカタカナのパのでかいパの文字がそのアストロビジョンに一文字映し出されたというねすごい映像でしたけども、今から思えば、まあ、あれも大手代理店の仕業でございますんでね、はい、という西宮球場ネタですよ。でね、あと何かな、西宮球場からまあ僕は寝台車が見えた、寝台列車が見えたなんていうことを、話しましたら、これはどなたかな、どなたかあのくれたんだよ、あードームは雨でも大丈夫さんです。583系寝台電車ですね、車両に、改造した車両に、北陸線で乗ったことがあります。お中間車を先頭車か改造したものは食パンのような顔をしていて印象的でした。見たことあるわ、乗ったことはないけど、他にもいろいろ書きかけておりましたがやめておきますという、まあ、鉄道チャンネルになってしまいますんでね、別にそれでも僕はついていきますよ、鉄道チャンネルでも僕はついていく、というわけで、今日西宮球場の話をしました。まあ、五色のテープって、ね、もう久しぶりに今思いついてパッと喋ったんだけど、昔はそんな風に言いましたね。まあ、西宮球場のことを言えばもういくらでも語れるわ、いくらでも語れる、まあ、そんな方が多いんじゃないかなと、思います。まあ、だから、2番目にね、見た行った球場がグリーンスタジアムという白鷺さんですよ。グリーンスタジアムを初めて見た時はどんな印象をお持ちでした？やっぱ広いなと思いましたよね、広いなと思った。やっぱりそれまで両翼91メートル、センターまで119メートルという野球場で、左中間、右中間までが110メートルという距離だった西宮球場。それが両翼 99.1 メートル、センターバックスリーまでは 122.0 メートル。ね、まあ大きな球場になったっていうのはありましたね。やっぱりこれ10メートル後ろにこのポール際下がるとこれなかなかホームラン出ないんじゃないみたいなね。感じはありましたもんね。だから昔デカ高橋聡くんに話をしたと、いろんな話をしてる時にね、西宮球場の場外ホームランは、打てそうな感じはあったし、実際出たこともあるんだけど、グリーンスタジアムの場外はねという話をねデカがしてくれた、ことがあったんだけどもね。でもブーマーは打ちましたもんね、西宮球場。彼はブライアントですよ。グリーンスタジアムの照明灯の下にさ、レンガ造りの売店があるじゃない、あの屋根の上まで持っていきましたもんね、坂井努投手のボールを。ブライアントやられましたわ。というデストラーデにも外に、おそらくライトスタンド外まで持っていかれてると思います、グリーンスタジアムね。今となればグリーンスタジアムなんてね、もうどちらかというと狭い球場に、しかもフェンスを低くしたんでね、当時よりもなりました。懐かしいなと思いますね。当時西宮から神戸に行った時に実況したラジオ実況の、毎日放送 MBS ラジオの、三宅貞夫アナウンサーが、レフトへ大きな打球を実況する時に、さあ100メートル飛ぶかなみたいな感じをおっしゃってました。だから当時は両翼100メートルっていうのは広い球場だったんでね、だからグリーンスタジアムはとっても広いように僕には思えました。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。